清水区鳥坂、静岡市のご当地麺といえる時味噌ラーメンが名物の老舗一元さんの鳥坂店。平日でも満席の人気店ですが、ラーメンで3分ほどの高速提供、パパッと食べたいランチにもおすすめです。難しい漢字で書かれたメニュー、名物の時味噌は鳥坂店では札幌味噌ラーメンの名前で提供。麺類の他はチャーハンと白飯のみのシンプルなラインナップです。大きな緑の丼で提供、札幌味噌ラーメン。味噌が隠れるほどもやしやチャーシューがたっぷり乗っています。本店は白ごまですが、鳥坂店は黒ごまですね。そのままのスープは塩味もほぼなく、ほんのり豚だしを感じる程度なので、隠れている味噌を溶かさないと始まりません。味噌はすべて混ぜて、濃すぎも薄すぎもしない絶妙なバランス。スープ自体に油が少ないのもあり、コク深いのにとてもあっさり飲める美味しさです。麺も本店と同じ固ゆでのコリッとした食感が楽しい、かなり細麺なストレート。ズズッとすすれて、あっさりとしたスープでもよく絡みます。本店にはない自由に使える豆板醤とニンニクペーストで味変も。ガツンとくる辛味噌スタミナラーメンって感じの、ジャンクに後を引く美味しさに、最後まで飽きのこない、お腹も満足な一杯でした。こちらは大盛りラーメン、 300g 近くありそうな圧倒的な麺のボリューム感。スープは昔ながらの出汁が効いた濃い醤油の味わいで、こちらも麺によく絡みます。チャーシュー麺と大盛りラーメンは、チャーシューの枚数を取るか麺の量を取るかで同額なので、お好みで。半チャーハンも普通なら一人前なボリューム感。チャーシューの旨味と胡椒が効いて、スプーンが止まらない美味しさでした。静岡市の定番、老舗の名物ラーメンを気軽に味わえる人気店、ぜひお試しください。